こっちの場合は東向けね。だから不思議な場所。だからこっちはティーダのエネルギーをこの充電するために修行したと言われている場所ね。ティーダのエネルギーを。不思議だね。今日はこういう方々、皆さんみたいなそういう方々が来ました。前も来た。初めて来たって言ってびっくりしとった。僕もすぐそこの海の中のね奇岩って言いますか、島のような、はい、あれがあれ見てあこんなとこあるんだよなと思ってね、あれも砂浜のところ一生懸命歩いて向こうの方も歩いてこれから、ね、ああいうのが感動して気をつけながら上に上がって。300度ぐらい見えますので、はい、これからずっと回って、そして向こうね、知る道を川というのがありますから、次の場所ありますので、向こう見てくださいね。知る道なんですか？井戸跡っていうね。川というのは何ですか？井戸跡。ああ、はい。これからずっと見てください。ここ。そして乗り入れる場合に山ですので、足元気をつけて、手すりを捕まえながら降りてください。わかりました。ありがとうございます。